ライトニングソードって、弱い。これまでのあらすじ。落ちた勇者の星の様子を探るため、ダルカコスタ地方を訪れたエラたちは、サマディ地方の上空に浮かぶ黒い太陽を目撃する。預言者の言葉に従い、ケトスを呼び出した一行は、神の民の里を訪れ、邪神を倒すという勇者の使命を聞く。ケトスが邪神の結果を破る力を持つと知ったアイナは、預言者の首飾りで、ベロニカとセーニャが導きの消えた姿を変えるのを目の当たりにする。そして、老師がウラドスに裏切られ、命を落とし、セニカが忘れられた塔で時の番人になったことを知る。預言者は自分がウラノスであることを告白し、邪神の力を吸い取った悪の心がウルノーガンになり、わずかに残った善の心が預言者になったと告げる。一行は神の民の力を借り、忘れられた塔へ行けという預言者の言葉に従い、神の民の里へ向かうのだった。よくぞ戻られた、アイナ殿。おう神よ、この者たちに聖なるご加護のあらんことを。ほいー、ということで、今回もやっていきたいと思います。ん？待って、私前回こんなとこで終わったっけ？ん？ここで会っとったっけ？ちょっと待ってよ。とりあえず、リレミトで、石の村。ん？いるな。待って。私なんであそこにいたのかが全く思い出さないんだが。怖い。全く思い出さないんだが、いるね。ちゃんとこの村にやってきとるってことは、あっとるんよね。私なんでホムラの外におったんやろ。ホムラの外に行く用事があったっけ？ほ？一瞬セーブしてないんかと思った。焦った。絶対した記憶があるのに。ただ、あんな場所でセーブをした記憶がないんよね。怖い。次に行く場所、ホムラの里やった？そうやったっけ？ちょ、エマ、もう一回話を聞かせて。前回の終わりさ、私ここでエマにね、聞いたんよ。エマに聞いて、私、石の村でセーブした気がしたんやけど、気のせいか？次が、あ、これか。これでホムラの里に行ったんか。なるほどね。なるほどね。情報通で物知れない人がホムラの里におって、そこに凄腕の情報屋さんが。ほう。なるほど。それでホムラの里に行って、行った先でセーブしとったんか。はぁ、全く覚えてね。やばい、もう一週間以上空いたらさ、全然覚えてないね、私。怖いわ。自分の記憶力が怖すぎるわ。でもさすがに多分ね、ドラクエだけをやりよったら覚えとると思うんよ、きっと。ね？いろんなゲームをしよるけん覚えてないんやと思いたい。そこまで記憶力悪くないはず。これあれよね。これはサブクエやろ？これ前見たやつよね。ああ、見た。ってことは違う。あれ？こっちがサブクエやっけ？ああ、サブクエはサブクエでクエストって出とったわ。あれ？あれかな？いくらあってもいいからねーって言ったけん、次のクエストがやってきたんかな？前クリアしたよね、あの人のクエスト。きっとまた別のクエストなんだろう。セーブはしていたということが分かったから。どこですかね、情報屋さんは。あ、なるほど、酒場におる感じ？この人じゃないよね。お兄さんが助けた情報屋のルパスさんね。うちの付けを払わないまま、娘さんを連れて旅に出ちゃったのよ。おらんくなっとるけど。ダーハルーネの町へ向かうと言っていたけど、一体何の用があるのかしら。外には変な黒い太陽があるっていうのに。ダーハルーネか、ありがとう、行ってくるわ。ダーハルーネ、ルパス。何しよん、あれ、威嚇？なんか一人おとなしくしとるけど、なんかめっちゃ威嚇してない？
オイラは悪い魔物だぞ。ガオー人間め、待て。待ってますけどね。あはは、やだよ。魔物なんかに捕まらないもんねーだ。かわいい。見守ってるの、おばあちゃん。里の外ではあちこちで恐ろしい魔物が目覚めているそうだけど、子供たちには無事でいてほしいものだよ。これから何が起ころうとしてるのかね。今はただ家族を守るために息を潜めて過ごすしかないよ。まあ私がまたそれをね、解決してあげなければ。ダーハルーネって言ったよね。え、なんかめっちゃ、何？なんか戦闘起こってる？襲われてる？こっちで合ってます？わからん。合っとんかな？あー、合っとるね。え、何か起こってる？どうした？どうした？大変なことになったぜ。あの黒い太陽が現れた時から、凶暴化し始めた魔物たちが、ダーハルーネの町を制圧しまった。町の人たちは襲われる前に避難したようだが、あ、これか、ルパス。めっちゃ今話しながら、魔物どもが町に居座ってやがるんだ。くそ、我が物顔でのし歩きやがって。なあ、あんたなら奴らに勝てるだろ？町の中にいる魔物どもを全部倒して、ダーハルーネに平和を取り戻してくれ。ほう。怖いよ。おー、いるね、魔物。てか全然。何体おるん？お、アタック親方。フィールド攻撃を300回行った者に送られる称号。私なかなかせんけど、さっきのちょうど300回やったんや。もうこいつ倒したらいいだけかな？そんなことない？歩きよる？別にでかい剣ってボスってわけじゃないんか。なんかさらにその奥にもおるな。結局全部倒さんといかん感じ？てい！ほら、なんか一人でコンテストに参加しとるやつが、そこに。あれ？なんかこんな感じの敵さ、なんかクリア前にもおらんかった？気づけや。あ、筋肉が頑丈すぎて気づかん感じ？ヘルガイオン。すげえ筋肉だな。何今の技？全然見てなかったけど、何今の技？お、筋肉はすごいけど攻撃力はそうでもないね。こっちの華奢な子たちの方が頑張っとるよ。おっしゃー、見かけ倒しすぎる。やっぱ結局全員倒さんといかんぽいね。やりおるの。よしよし。お、アイナたちは全ての魔物を倒し、ダーハルーネの町を解放した。よしよし。ルパスという男から聞きましたよ。この町をあなたが救ってくださったのだと。なんとお礼を申し上げたらよいか。もはや二度と町へは戻れぬものと確保して、町の人々を避難させましたから。その報いに足りるかはわかりませんが、どうぞこれをお納めください。ダーハルーネの住民たち全員の気持ちです。ここには戻れんつもりで避難させたってことは、町には誰もおらんかったってこと？ライトニングソード。かっこいい。ところであなたの活躍について、私に教えてくれたルパスという男が、あなたを探しているようでしたよ。私も探してきたんだよ。きっと彼もあなたにお礼を言いたいのでしょう。ルパスに会われてはどうですかな？お、一流コレクター。250種以上のアイテムを集めた者に贈られる称号。ライトニングソードって、どんな感じ？ちょ、待って、装備。弱い。いやー、弱い。この辺のメンバーは？待って。シルビアさんなんで何も装備してないん？びっくりするんやけど、なんで何も装備してないん？何事？ 450 やろ？あー、一番強いね。まさかのライトニングソードシルビアさんに言ったけど。なんで何も装備してなかったん？怖いんやけど。めっちゃ怖いんやけど。
ねえ、そんな。オッケーオッケー。ふぅ。え、どこから出ればいいんだい？え？え、どこから出るのこれ。上？ここは地下なんですかな？違うよね。違いますよね。魔物たちが街を襲ってきた時はみんな殺されちゃうんじゃないかって、もうダメなんじゃないかって思ったの。でもお兄ちゃんがダーハルーネの街を魔物たちから取り戻してくれたから、みんな助かったんだ。本当にありがとね。お兄ちゃんは僕を2回も助けてくれたし、僕にとって最高のヒーローだよ。海の男コンテストの日以来、デルカダール兵が来るわ、魔物が来るわでもう散々。今までは街がこんなことになるなんて、ただの一度だってなかったのに。本当にどうなってるのかしら。まあ今ちょっと世界的にね、危機が迫ってるんで。ねえ、出口はどこなんだよ、こっち？ああ、こんなところに。見えなかったわ、四角になってて。3階建てなんね。ふう、やっと出れた。んで、ちょっとあの、鍵のあるお家に行きたいんだけど。何？びっくりした。ラハディオ様はこの町一番の豪商として名を馳せているお方。その下で働けて、私は幸せ者だわ。で、これかな？よし。最後の鍵を使って。あれかな？ここが、あ、宝箱のあったところか。君は話せない子だよね。進化の秘跡。ここ入れるんかな？あ、消えた。ちょっと遠ざかると見える。入れんのかい。くそ。そんなちょっとひっそりとした隠れ家的な場所なわけではなかったんやね。あ、壊せる壊せる。お、小さなメダルゲットしてやん。やったね。美しそう。ネズミかと思った猫か。あ、これやね。さっき向こうから見えとったやつ。おー、5万ゴールドやって。いいね。いいっすね。ここめっちゃ入れそうな雰囲気醸し出しとるのに入れん。どういうこと？絶対入れる感じしとるやん、あそこ。なんかあっち側にもさ、え？入れんのや。そんな細かく書かなくていいよ。あそこね、階段もあるのに、絶対入れると思ったわ。んで、もう一箇所があっち側か。なんかあれやね、扉が閉まるのに時間差があるけん。びっくりするんやけど、ちょっと。ここですね。お邪魔しまーす。描ける。今なら描けるぞ。芸術界を震撼させるような僕の最高の絵を世に送り出すことができるはずだ。名付けてカイトの勇者。ああ、この街を救ってくれた勇者の姿をすぐにでもキャンバスに刻み込みたい。おいおい、これから僕はさらにイメージを高めるために集中するんだ。邪魔だからどこか行ってくれないか。は？その勇者は私じゃないのか。邪魔者扱いされたんですけど。うちのご主人様たら、ああやってうなってばかりで肝心の絵筆はちっとも動かしませんのよ。もっと描きたいという気持ちが高まらないと傑作は描けないんだなんて、本当にしょうがない方なんですから。私のことも邪険にしたしね。え？で、鍵が必要なのはどこ？なんかこの辺じゃない？違うの？え？この家じゃないの？裏？裏になんかある？え？裏って？え？あっち側か？下？注意、待って待って。こっちってことか。あ、ここや。ここは来たことないよね。レシピブック、明日天使になれを見つけた。天使。天使のタクと天使のサンダル。よしよし。びっくりした。めっちゃびっくりした。破壊できたかぼちゃ。ちょっと今すごい鳥肌立ったんやけど、めちゃくちゃビビった。超絶ビビった。お、小さなメダル2枚目やん。イエーイ。ふぅ、心臓に悪い。壊れると思ってなかったものが壊れたけん、めちゃくちゃ心臓に悪かった今。えい。あ、結構破壊できてしまうんやね。消えた。
消えたけど、この辺に何かあるわけでもないんよね。おー、蹴り飛ばせる。めっちゃ破壊の限り尽くして生きよるけど。お、かぼちゃも消えてる。他は何もないね。オッケーオッケー。ふぅー。んで、ルパスはまたあの街の入り口におるんかな。あ、どうも。あんたの活躍、見せてもらったぞ。さすがは勇者だな。感動すらしたぜ。不運ばかりの人生だった俺だが、あんたに巡り会えたことは、唯一にして最大の幸運なのかもしれないな。今回だってあんたのおかげで、俺たち親子の命も助かったようなもんだ。礼をしたいんだ。何でも言ってくれ。え、だったら石の村の復興に協力してほしいだと？情報屋として村にいてくれっていうのか。よし、それがあんたの頼みならば、俺には断る理由はねえ。娘と一緒に石の村に行ってくるぜ。ルパスとルコは連れ立って石の村に向かって行った。